パガーニ・ゾンダ、ゾンダ、ゾンダは、イタリアのパガーニ・アウトモビリが2010年まで製造していたスーパーカーである。パガーニ・アウトモビリの創始者であり、デザイナーでもあるオラチオ、パガーニ、オラシオ・パガニによって設計され、多くの派生モデルや個人の求めに応じたワンオフモデルが、生産終了が発表された2010年以降も製造された。ゾンダ,ゾンダとは、 アンデス山脈からパガーニの出身地であるアルゼンチンへと吹き下ろす風の名前である。また最初のモデルである C12 の C は妻であるクリスチーナの頭文字で12はパガーニにとって12代目のミッドシッププロジェクトであることを意味する。エンジンは AMG 製の V 型12気筒エンジンをミッドに積む。またシリーズを一貫して 車両後部の中央に4本出しマフラーが配置されているのが特徴で独特な感高い排気音が魅力の一つとなっている。アドバイザーとしてアルゼンチン出身のファンマヌエル・ファンジオが起用されている。イタリアのスーパーカーがドイツのエンジンを使うことは珍しいが、これもファンジオのアイデアである。インテリアはレザーとアルカンからアルミニウム、炭素繊維を用いた 独自のデザインを持つ。基本的に左ハンドルであるが、ワンオフモデルには右ハンドル仕様が存在する。以前は保安基準の関係で、日本には正規輸入はされておらず、インポーターやディーラーもないため、日本以外のディーラーから購入し、輸入する二次販売の形態、いわゆる並行輸入で少数が陸していた。現在では輸入車専門店であるビンゴスポーツが、 パガーニーの正規ディーラーとなっている。C12 は1999年のジュネーブ省で発表。6000cc のメルセデスベンツ M120 型 V12、394馬力エンジンが搭載されており、最高速は時速 332km。2002年までわずか5台だけ生産された。 a m g によってチューンされた M120 型7.0リットル V 型12、筒五550馬力エンジンを搭載。2000年から2002年まで製造された。0時速 100km 加速は3.7秒。さらにチューニングされた7.3リットルの555馬力エンジンを搭載。TCS と ABS が装備されたモデル。2002年から2005年まで製造された。 S7.3 のロードスターバージョン。40代限定で生産された。2005年から25代限定で生産発売されたモデル。それまでとは違い、フェンダーミラーなど大幅な改良が施され、ゾンダシリーズの一つの到達点といえるモデル。F とは、アドバイザーのファンジオの頭文字である。AMG 製7.3リットル V 型12気筒602馬力エンジンを、 搭載。全長 4435mm。全幅 2055mm。高さ 1141mm。ホイールベース 2730mm。乾燥重量 1230kg。0時速 100km。加速は3.6秒。最高速度は時速 345km。F2。 オプションのスポーツエキゾーストなどを装着し650馬力としたモデル。ニュルブルクリンクで7分27秒82を記録し、当時の市販車最速記録を更新して話題を呼んだ。F のロードスターバージョン。強化された650馬力エンジンを搭載。同じく25台限定で生産された。ルーフは炭素繊維性で着脱可能 C12S をベースにしたレース車両。ルマン24時間レースの他アメリカンルマンシリーズなどに、プライベーターチームから、スポット参戦したが、目立った結果を出せずに終わっている。最高出力600馬力、重量1 0 0ラム、0時速1 0 0トル加速は3.3秒。2009年から発売が開始された、サーキット走行専用車。15台限定で生産された。 レース用のメルセデス・ベンツ CLK GT-R のユニットをベースにしたメルセデス・ベンツ AMG 製 M120 型 V12 750馬力エンジンを搭載しパーツの90%を新開発したトランスミッションはパドルシフト付けの6速シーケンシャル AT ゾンダシリーズでは初のパドルシフトである全長 4886mm 全幅 2014mm、高さ 1141mm、ホイールベース 2785mm、乾燥重量 1070kg、0時速 100km 加速は2.7秒以下、最高速度は時速 350km。2010年6月30日、ニュルブルクリンクで6分47秒50の当時の最速記録を達成した。 香港のパガーニディーラーである SPS の要望により生産された5台限定モデルで2009年のジュネーブ署で発表された。チンクエはイタリア語で語を意味する。F をベースとしながらも随所に R で得られたデザインやノウハウが取り込まれている。カーボンやチタン、マグネシウムを使用して軽量化を図っている。乾燥重量1 2 1 0ラム。 AMG 製678馬力エンジンを搭載し、パドルシフトを装備している。0時速 100km 加速は3.24秒。ルーフやリアフェンダー上には、R と同じくエアインテークが、またリアディフューザーも装備されている。1台は、オラチをパガーニ自身が所有し、残る4台は、SPS に納車された。チンクへのオープンモデル。 同じく5大限定で生産された、ルーフを着脱可能とするため、エアインテークが大幅に短縮されている。2010年のジュネーブモーターショーで公開、イタリア空軍のアクロバット飛行チーム、フレッチェトリコローリ創立50周年を記念して、製作された限定モデル。最高出力670馬力。ボディは専用のクリアブルーのフレッチェトリコローリと、 同様のストライプが施され、ヘッドライト下部には発光ダイオードのポジショニングライトが組み込まれている。後に2台が追加製作された。売り上げの一部はフレッチェトリコローリに寄付された。2012年のグッドウッドフェスティバルオブスピードで公開された R を進化させたモデル。最高出力は R より20馬力、多い770馬力。カナードが追加され、 リアウィングは2眼になっている。R ではブラックだった、ボディカラーがホワイトを基調とする2色になっている。2012年に公開されたゾンダー r e v ボをもとに5大限定で市販されたモデル。最高出力は r e v ボより30馬力、多い800馬力となり、DRS が搭載された。日本円で約2億9000万円。C12S モンツァ、モンツァは、 アメリカ人のオーナーがパガーニに依頼し、GR をベースに製作されたモデル。C12S が事故で大破してしまい、F をベースにワンオフとして修復されたモデル。一部にシンクへのパーツが使われている。イギリスの実業家であるピーター・セイウェル、ピーター・セイウェルがパガーニに依頼し、F をベースに製作されたモデル。パドルシフトや新設計のエキゾーストパイプを装備している。 現在は760使用者にアップグレードされており、ボディカラーもホワイトから HH 同様のブルーに変更されている。カタール王室のサーニー家が依頼し、チンクエロードスターをベースに制作されたモデル。ボディは全体的にターコイズブルーに塗装されている。UNO、UNO はイタリア語で位置を意味する。デンマーク出身のプログラマーである。 デビット・ハイナメイヤー・ハンソンが依頼し、F をベースに、チンクエのパーツを使用し制作されたモデル。アブソリュート、アブソリュートは、香港の顧客の依頼でチンクエをベースに制作されたモデル。ボディカラーは、カーボンチのままで、センターに、イタリア国旗をモチーフとしたストライプがペイとされている。香港での走行基準に合わせるために、右ハンドル仕様となっている。 チンクエをベースに考案されたモデル。ボディは全体的にイエローで塗装されている。カタール王室のサーニー家が依頼し、チンクエをベースに制作される予定であったが、意見の相違のためキャンセルされた。ボディカラーは全体的にパープルで塗装される予定であった。日本のパガー2世紀輸入店である、ビンゴスポーツが依頼して制作されたモデル。ベースとなったのは、 ゾンダイフロードスターで760シリーズの技術が流用されている。ドバイの顧客の依頼で制作されたモデル。ボディはクリア塗装のカーボンチでワインレッドのストライプがペイントされている。チリの実業家に依頼され制作されたモデル。もともとは750として制作されたが、オーダーがキャンセルされたため改めて 760RS として完成した。 ボディカラーはクリア塗装でカーボンチになっており、最高出力は760馬力。ルマンプロトタイプのようなシャークフィンを持つ。ルイス・ハミルトンのために製作されたモデルであり、トランスミッションが MT となっている。ハミルトンはこの車で2015年11月9日、交通事故を起こしている。764パシオネ、764パシオネは、 760RS とほぼ同じ構造のモデル。7 6 0ル h 同様にトランスミッションは MT フロントにはトリコロウリと同じようなペイントが施されている。パッシオーネはイタリア語で情熱を意味する。日本にデリバリーされた。760ファンタズマ。760ファンタズマ。香港の顧客が所有していた F が事故で大破したため、修復され、 PS 同様760にアップグレードされたモデル。ファンタズマはイタリア語で亡霊を意味する。香港の顧客の依頼で制作されたモデル。うの同様に、ターコイズブルーで塗装されている。イギリスの高級車ディーラートパーズロンドンが依頼して、制作されたモデル。車体色はコン。ロードスターであり、貴重な6速、マニュアルトランスミッション搭載車。 イギリス人コレクターの依頼で制作されたモデル。ベースは、車体番号76,089の F ロードスターである。アンドラコ国在住のオーナーが依頼して制作されたモデル。他のモデルとは違うヘッドライトと巨大なリアウィングが特徴で、クーペとロードスターが存在する。中国のカーコレクターが依頼して制作されたモデル。黒の車体に、 ピンクのアクセントがされている。760シリーズの一台。青いのボディであり、マニュアルトランスミッションが搭載されたモデルである。オーナーは明らかにはなっていない。日本の実業家、前澤智作の依頼で製作されたモデル。カラーは760リットル H のようなパープルで、ディアフェンダーにスパッツが装着されている。2016年12月2日、千葉県。 幕張で大破した。オリバーエディション。オリバーエディションはアジアのコレクターの依頼で制作されたモデル。760シリーズの1台で、車体カラーはマットシルバー。リアウィングは760リトル M と同じような大型なものを装着している。右ハンドル仕様である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。